周馬奈部正は、中華民国の政治家。南京国民政府の要人である。字は、柴公。国立北京大学、関東大学を卒業し、1925年、候補軍艦学校教官となる。以後、北伐東ず軍、第二政治部主任、国民政府労公部調査課主任、中国国民党党員志願軍団秘書長、県政治部主任、中央東部幹事、 三島総省広区公開指導主任、北平市党務指導委員と歴任した。1931年、北平市政府教育局局長に任命される。翌年10月、先政省政府委員兼教育庁長,長長、同省党部執行委員となった。1938年、成功立省委員となる。1939年8月、王朝名に合流し、その下で、 国民党中央委員に任命された。翌年9月、中央党務訓練団教育長に任命されている。1941年2月、党は連盟中国総会理事会副秘書長となる。5月、道南近分会場無理事件書記長に移動した。8月、国民政府社会行動指導委員会委員となる。9月、領職管理委員会場無委員に任ぜられた。12月、 南京特別市市長に任命され、王朝明政権崩壊までその地位にあった。翌年2月には、新国民運動促進委員会委員となっている。日本敗北直後の8月17日、州復会の配下である、税警局隊長、州志の義率いる南京国民政府税経団の一部が、南京の中央ちょび銀行総部の建物を占拠し、南京国民政府軍の武装解除と、 政府要員の逮捕を開始した。この時、周間なぶまさも税刑団に逮捕されたが、品派県軍総参謀副長、今井武雄が、朱志野義を説得したことにより、釈放された。同年9月26日、小解析の国民政府により、周間なぶまさは、結局官官として逮捕された。翌1946年10月19日、死刑判決を言い渡され、 1947年5月の上訴審でも死刑判決は維持された。しかし、その後死刑は結局執行されず、1949年1月、南京から上海に移送され、中華人民共和国成立後も上海で収監され続けた。1952年11月27日、周マナブマサはそのまま上海ひさげ、愛嬌監獄で病没した。 去年55、ありがとうございます。